こんばんは。6時のニュースをお伝えします。新宿歌舞伎町で9日女性警官を立ちんぼだと勘違いし声をかけたとして売春防止法違反の容疑で無職の男が逮捕されました。逮捕されたのは無職の井川雄太郎容疑者32歳。井川容疑者は9日夜新宿歌舞伎町の大久保公園付近を巡回していた女性警官を警察のコスプレをしている立ちんぼ女子だと勘違いし体目的の価格交渉を持ちかけた疑いが持たれています。その後井川容疑者は本物の女性警官だと気づいたそうですが時すでに遅しその場で即現行犯逮捕されました。失礼しました。調べによりますと井川容疑者は女性警官に対し500円で価格交渉をしていた続いてのニュースです。上海ディズニーランドで5日ミニーちゃんがやってしまいました。5日午後3時ごろ利用客を楽しませるためディズニーランドに来ていたミニーちゃんでしたがミニーちゃん史上絶対にやってはいけないことをやらかしてしまいました。実際の写真がこちら。おっさんが一服してます。そもそもこのような姿を見られること自体 NG にもかかわらず姿を見られた挙句に中身がおっさんでさらにはタバコを吸っている始末。この画像が SNS に拡散されたことにより男性はミニーちゃんの着ぐるみを下ろされたとのこと。その後の調べによりますと男性は現在ミッキーの着ぐるみを着ているとのことです。でミッキー着れるんだよこいつ。これちょっと見られちゃいけないもの見られちゃいましたね。ていうかあのおじさんが吸ってたタバコって何ですかね。マルボロ。いや別にそこはそんな気にならないけどタバコの椅子いいんじゃないですか。キストライ以上ニュースをお伝えします。ミニビンスかなセブンスター。